こんにちは。こんにちは。オーシャンズ編集長の原亮太です。アルコ&ピース酒井です。スタイリストの菊池と申します。よろしくお願いします。いやー、大いに盛り上がった前回から。前回ね、はい、めちゃくちゃ今回抜いてきましたね。抜いてきた。抜け感を自覚なんですけど、マジですか。抜けてます。気分もちょっと変わってきますよ。あ、はいはいはい、でも気分が変わるってね、一番おしゃれのいいところですからね。なるほど、ね、ちょっとまだ僕でも問題ございまして、はい、まあ、今日履いてるんですけど、ジーパン、はい、うんうんうん、自分が一番似合うジーパンは何かっていうのがまだ全く分かってないんですよ、僕。あ、これも合ってんのかなって思いながら。似合ってますけどね、はい、似合ってますね。確かにもっといいのもあるかもしれないし、うん、そうなんですよ。まあ、今日はちょっとね、じゃあ似合う理想的なデニムを探していこうと、はい、それお願いしてもいいですか。いや、もう後ろに今もう探しましょう。全部持ってきました、酒井さん。これ今見ていただいて気になるのとかって何かあったりします？うん、あ、まあ絶対選ばなそうなのはこういうホワイトデニムは人生で一回も履いたことない可能性ある。もう目の前にホワイトデニム履いてるやつがいるのに。本当だ。こういう着方か。履き方こうなんだ。俺は手出したことないですね。なんか似合わなそうな。うん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 。いや、似合うよ。本当っすか。いや、全然いけますよ。合わせ次第でもいくらでも。逆に菊池くんが、うん、あの酒井さんに履かせてみたいなって、スタイリストとしてこういうの合わせたいなっていうのはどれ？こういう、うんうん、スラックスタイプのデニム、はいはいはい、こういうのはもう全然ジーンズなんですか、これも。はい、そうだからジーンズの考え方ですよね。あの生地はジーンズだけど、もう全然別物を作ってるんで、なんかキュッとしてるやつあるじゃないですか、スキニーっぽいやつ、うんうん、あ、はい、でもね、スキニーもいける。俺、あ、俺結構足太いっすよ。これ触ってください。でもこれはね、すごい柔らかいでしょ。うん、柔らかい。これあーいい、履きよ、心地よさそう。意外とこうスウェットのようなね、こういうデニムもあるんで、細いけど履き心地よさそうだわ、うん、この辺僕はなんか履いていただけたらな。あとはリーバイスのこういうヴィンテージ色が強いのも、うん、酒井さん似合いそうだなと思って、うん、え、これってヴィンテージっぽくしてるだけなんですか？本当にアーカイブにあったやつを現代の技術で全部再現してる。再現してる。マジっすか。俺はこれ挑戦してもらいたいですよ。何ですかそれ。これベルボトム、ベルボトムぶつかっと、あ、はい、確かに、はい、いや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 、さすがに編集長。いやいや、いけ、これはちょっとやりすぎよ。俺無理だって。これトレンドとしてもあるんで、え、そうなの。そうですよ。だからなんか食わず嫌いみたいなのよくないな。確かに、うん、新しい自分に出会える可能性はすごいある。まあ、こういう時じゃないと履く機会ないんで、ええ、一旦チャレンジするのは確かにありかも。白もやろうよ。あ、いや、まあ、白も履いてみたい。白と、ね、白、ダメージ、スウェットデニム、ベルボトム、うん、とスラックスか。そうだね、うん、これぐらいをちょっと試してみます、ね。わ、うん、かりました。はい、ということで、はい、履きました。めちゃくちゃ似合ってるじゃないですか。めちゃくちゃ似合ってる。マジっすか。おう、むちゃくちゃ履き心地いいんですけど、これ。いや、もう、ね、あの生地も薄手なんで、多分、はい、うん、春夏の、あのちょっと真夏とかも、うん、全然いけると思いますし。いける、いける。そうですね。これいいわ。でも、白シャツ、デニム、これレッドウィング、はい、アメカジ、王道定番ですか、ね、だけどめちゃくちゃ大人っぽいっすよ。いや、大人っぽいっすよ。なるほど、あ、ちょっと一回回ってみてもらってもいいですか。いいっすか。回り方、回り方わかんない。知らないオーシャンズの回り方。回り方めちゃくちゃ気持ちないっすか。もう急にロマンとかありましたよ。そう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 、いいですね。こなれてますね。腹立つじゃん、俺がこんなんやったら。さっきね、あのダメージ系ちょっと苦手かもっておっしゃってましたけど、全然いいですよ。ハマってますよ。めちゃくちゃいい。これでなんか娘とか迎え行ったらめっちゃかっこいいと思いますね。ね、全然かっこいいですよ、本当に。結び、お、スイミング、お、見て。
スイミング行かせんの。こうやってわーって遊んでる。時間ない。スイミング。スイミング。明らかに明らかに。みちゃんのパパかっこいいってなりますよね。なる。なる。なるなる。これはいいな。あいい。いや似合うと思ったもんやっぱり。何よりも僕はやっぱ履き心地がいいのすごいですこれ。すっごい。馴染んでるもん。馴染んでる。はい、本当にめちゃくちゃいいですか、ね。履き心地って重要なキーワードなんですね。はい。うん、いや僕大事だと思ってます、うん、やっぱり。うん、だとするとね、もう次に行くのもあれじゃない？履き心地。履き心地、はい、さっき代表のスウェットみたいな生地の、はい。はいはいはい。これちょっと行ってみます。これ行きたいです。はい。行きましょう。はい。はい、おお。スタイル良くなってる。これまた。あどうですか、あの履いた印象。むちゃくちゃこれも履き心地いいです。もう最高です。そうですよね、はい、もうスウェットスもんね、うん、これもディーゼルのジョグジーンズ。全然また違いますね。また違うっすね、うん、意外と細いの履いて、うん、上ちょっとゆったりめのシャツとかだと結構スタイルはよく見えるので、うん、スタイルアップの時にはおすすめですね。本当に割とこういうのは履いてこなかったんで。はい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 、これはいいっすね。いやこれでネタ書いてないとおかしいもんな、やっぱこいつネタ書けそうな感じ。書けそうなおかしいよこれいいわ。これもじゃあ一周回ってもらってもいいですか。はいはい、テク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 。あ回り方もちょっとあいいっすね、いいっすね。決めた。おお、はいはい、これも、はい、これもいいなと思います。じゃあ次は白、ね、選ばないって言っていた。ちょっと白はね、さすがにですよ。これもさっきのね、同じリーバイスの白い、うん、そうですね、はいはい、僕が履いてるのとはちょっと違いますが、うん、行ってみましょう。やりすぎじゃないか、はい、白はちょっと危ないですよ、白大丈夫ですか。行きましょう行きましょう。お願いします。お願いします。おお、はい、あれ、どなたですか。いやそんな。おお、いやいいじゃないですか。お俺プロデューサーめちゃめちゃ お金持ってます。本当だ、綺麗だなこれ。綺麗、おしゃれでしょ。あ、おしゃれ。これこそ娘の会行ったら、はい、やばいっすね。やばい、本当にいいんだ、白白白。全然いいっすよ。これがワントーンコーデです。なるほど、出た、ね、ああ出た出た。抜け感作って下が綺麗なシルエットだから。これめちゃくちゃいいっすね。あ、これいい。怖くて手出さなかっただけ。だって今のところ全クリしてますから、ね、全クリしてます俺白白白ってこういうの俺似合うのかなと思ってるんですけど、はいはいはい、鏡で見るとね、もうめっちゃいい、しっくりきてるんですよ。めっちゃ肌も黒いから白似合うと思う。確かに日焼け肌にね、確かにそうかも。真っ白なんない感じがね。なるほど、ね、やっぱ思った通り、ね、やっぱあれじゃないですか、ちょっとスイミング呼んだ方がいいんじゃないですか。結びスイミング、かっけしっくりくる、かっけかっけな。後輩の出目なんですよこれ実はただパクってやってるのが好きすぎてスクールゾーンが次行ってみましょう、ね、次はじゃあ ど, どれ行きます。これスラックス行ってますか。うん、おうこれね、はいはい、1の4、はい、こ上一緒で、うん、こんな表情変わるのすごいな。これ似合ってる。似合ってるよね、うん、マジ。はい、お願いします。おー、うん、おー、はい、あ、決めました。はい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 、ちょっとあれですね、ちょっとあのストリートっぽい。おー、あ、好きです、こういうスタイルは、うん、めっちゃ好き。今のところの4体の中で、うん、鏡の中の自分で一番しっくりくるのはどれでしょう。このスタッフさん、カメラマンさんと全員含めて、はい、白は表情が全然みんな違いました、ね、マジですげーみたいな顔したんで、はい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 、俺も買おうみたいなみんな顔したんで、あれはやっぱすごいなっていう。あれは良かったで、でしょ。あ、でも本当ハマってます。あ、本当っすか。サングラスもなんかあるのかもね、こう 色の感じ。すいません、サングラスもあの力貸してもらっちゃってるんですけど、俺もちょっと種明かし、ね、種明かしするんじゃないよですよね。そうそうそう、
あ、これもね、あ、なんかこれもまたいいですよ。やっぱシャツとこの全く同じもので下だけでこんだけ変わるのがすごいなって。確かに、ずっとね、はい、上半身は同じですからね。それがすごいわ。まあサングラスの力も借りましたけど。いやいや、言わないでくださいそれ。やっぱ本当に新しい酒井さんにも出会っていただきたいんで、はいはいはい、最後みんな待ってよ、これだよな最後これはだから絶対似合うからやったほうがいい。本当ですか、うん、もうリーの傑作ですから。傑作、そう、本当ですか、うん、はい、歴史はあるもの、歴史はめちゃくちゃあります。はい、すんげー信用してない、まあまあ、一応履いてみます、はいはい、お願いします。はい、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 足長足長効果、いや、もう足長効果長足え、なにこれ。まずちょっと1個、菊池くんにイエローカードはまたサングラスに頼る。いや、そうなんですよこれイエローカードイエローカードですよ、一発レッドの可能性ありますよ本当に。だって足長と思ってあとバランス取んないと、あとちょっと、はい、あれですよね、これ丈長い、うん、丈長いから、うん、折り返しちゃうとさ、もうあブーツしないまま、そうそうそう、あサイズ選びのだからこれ重要性を知った。そうですね、なるほど。でもまあなんか渋かじっぽくていいですよね、うん、これでも似合う人すっげえ似合いそうだな。いや、これはあれだけど本当でも名作中の名作で、カウボーイカットっていう、はい、これにそれこそシャツもね、うん、タックインしてたりとか。そうですね、はあ、コントのなんかやつじゃん、なんかのなんかのコントのやつ完全に今ここに頼ろうとしてうまくこう捨て付けできなかったからあんま、まあ、逃げのサングラス菊池さんこれだからもう本業を今放棄した、うん、こっち行って上に注意をみたいな、上に足は長いから大丈夫だから確かにちょっとサイジングとかね、はい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 、そういうところがあれだったかもしれない。やっぱ大事なんですね、デニムのサイジングっていうのは、うん、非常に。そうです、いや、やっぱもうだからさっきのクリアでいくとこれラスボスだったんで、なるほど、ね、なかなかトレンディトレンディっすね、上乗せましたね、あ、いいですね、もうこれもいい、あ、なるほどな、はいはいはい、はい、でもこれもちょっと回ってもらいましょうか、うん、はいはい、うん、そうか、もうちょっとサイズもね、だサイズが問題だね、プロダクトのせいじゃないから、うん、ああそうです、サイズチョイス、酒井さんですよ、違うでしょサイズチョイスのミスですよこれは、どう考えたって、いやいやいや、そう、これはもう、うん、あなたの先に申し訳ない、はい、背高い人とかもより似合いそうですね、いや、似合いますよ、うん、うん、まあこれでちょっとエンディング迎えることになっちゃったどれが、どれが酒井さん良かったか、確かにね、どう履いてみてどうでした。でも白じゃないですか、これか、これです、僕はマジでこちょっと欲しいなと思いました。おこれか、これ本当にこっちの白はね、そこにかかってる感じだと絶対選ばないじゃないですか、はいはいはい、うん、だけど履くとそれですね、本当になんか年いけばいくほど似合ってくるんで、白いなんかアイテムって、うん、いやすごい良かったです、でも勉強になりました、これも、いや、じゃあもうこれ検討していただいて、はい、わかりました、はい、はい、ありがとうございます、ということで、はい、自分に似合うデニム探しの旅、はい、これにて終了と、ありがとうございます、いただきます、はい、それではチャンネル登録といいねよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます。